どうも皆さん、こんにちは、ほうです。今回は JP モッツさんから GTR のパトカーをいただいたので、こちらのパトカーでパトロールやっていきたいと思います。いや、めちゃくちゃかっこいいですね。すごい LED の量が半端じゃない。なんじゃこりゃ。光り方もね、すごくかっこいいですね。すげえ、めっちゃ目立つ。ブッシュバーもめちゃくちゃでかくてかっこいい。こんな感じです。 LSPD のね、警察です。すげえこのパトカーはすごすぎる。なんとロスサントスにも1台しかないというこちらのパトカーでパトロールやっていこう。今回は女性警察官2人でやっていきたいと思います。いきなりなんか銃撃戦が発生してるみたいなので、そちらにね向かいましょう。そして車内はこんな感じ。すげえ、 GTR のロゴがいいですね。さあ向かうぞ。ドーン。うわー、めっちゃ滑るめっちゃ回転した。めっちゃびっくりした。行きましょう。すげえ、フラッシュもかっこいいですね。なんかめちゃくちゃ綺麗に点滅してくれてますね。うわ、早っ。めっちゃ早いこれ。なんだこれすげえ早い。ここら辺で銃撃戦発生してるみたいなんですけど、どこ。あ、いた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 、あそこにいた、あのビルのとこにいた。いた、撃ってる撃ってる。なんてやつだ。そこだ。うわ、やば、引けなかった待てドーン。あれこれ突き抜けちゃうんだ。まあいいや、撃っていこう。この野郎、ショットガン持ってきてんだこっちは。オッケー、倒した。一人撃たれました。民間人が撃たれた。ちょっとここに救急車呼ぼう。大丈夫？これめっちゃやばいんじゃない。ちょっと応急処置ね、できるかやってみたいと思います。急げ。あ、救急車が到着したね。オッケー、いいぞ。よし、救急車到着です。ちょっとこちらで応急処置はできなかったけど、さあ生き返るのかちょっと確かめてみたいですね。おお、救急隊員がやったら成功した。生き返ったぞ。すげえ。もう死んじゃったかと思ったんですけどね、大丈夫でした。さあ病院に運ばれます。イエーイ。じゃあ相棒パトロール再開しよう。よし、じゃあパトロール再開だ。出発。いや、これは良かった。ちょっとね、心配だったけどね、本当に。よし、ライトも消しとこう。おー、これでなんか警戒走行もできるのか、もしかして。すごいな。こんな感じで一部分だけライトをつけることができる。かっこいいね。すげえ。マジか、なんか緊急車両盗まれたみたい。保安官のパトカー盗まれた。だってやべえ、そっちに向かおう。行きます。めちゃくちゃ加速力がいいので、すごいね、200キロ超えそうだね。いけー、早い早い、すんごいスピード出る。これ絶対200キロ出そう。これはうおめっちゃ速いな。イエーイ、追いついた。ここまで来たぞ。保安官の車両を見つけました。すげえ、めっちゃ通行人がいるから気をつけないと。うわー、やべえ、どうしたすげえことになっちゃったけど、大丈夫。こっち側から行きますか。おーらーす、めちゃくちゃ飛ばしまくる。おお、危ない、ちっちゃい車がいたね。おお、これ夜見たらめっちゃかっこいいんじゃない。すげえ綺麗そう。いたいたいた、すんごい勢いで逃げてるね。ドーン。え、壊れためっちゃ壊れた。うそー、なんてことだ。まあでもこれでも追いかけられるんで追いかけよう。めっちゃ側面やられちゃったね。さあどこに行ってる。待ちなさい。よし、ようやく普通の道に出れたわ。オッケー。あ、やば、回転した。待てー、パトカー呼ぼう。逃がさん、いけ。200キロで追いかけてやる。やったー、200キロ超えた。止まれすごいことになった。いや、強っ、めっちゃ強いね。まだまだ追いかけられるよ。こんだけもう半分ぐらい壊れてるんだけど。保安官の車返しなさい。うわー、突っ込んでいった、なんてことだ。めっちゃ赤信号も無視するし、めちゃくちゃ危険なことやってますね。止まるんだ。
ドーン、うわドーン、正面衝突でも逃げていく。まだすごい、めちゃくちゃ逃走するね。なんだと、よし行こう、いけー、後ろからドーンうわ危ない危ない。他のパトカーどこいんの。あ、駐車場に入ったね。よしいいぞ、もう行き止まりだ。君は逃げきれん。ドーン、終わりだ、降りてくるんだ。さあ降りてこい、逮捕だ。よしいいぞ、この人かわいそう、いきなりぶつけられてガー、逮捕されました。やったぜ。ちょっと GTR がぶっ壊れちゃったけどね。うわすげえ爆発した今、大丈夫、何があったんだろう。それとは別の通報が入ったので、ちょっとそちらに向かいますか。その前にこれ修理していこう。なんかすげえ銃撃戦になってるみたいだね。 OK、 向かおう。でそしてちょっと夜にしてみようかな。うわーすげえ、あ撃ち合ってる撃ち合ってる、銃撃戦の音が聞こえる。え撃ち合ってない、撃ち合ってるらしくて、そちらに向かいます。うわーすげえかっこいい、いいね。さあぶっ飛ばしていくぞ、この先で銃撃、うわやばい、めっちゃ爆発した、やーべえほど爆発してる。ちょちょちょ待って待って、ぶつかってこないで。よしこちらから行こう、すごいことになってるね。毎回ここで銃撃戦発生するよね。うおーねーやば、隠れよう、やーべー、ちょっと待って、あ、わからない、ちょっとどこ行ってんの、やーべー、死ぬ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 、見えないうわー見えん、ほらーやばー、死ぬーうわーすげえ爆発までしてる。さあそっちょっとあっちに行ってみますか。あー待ってください、止まってください、あーちょっと待って、何してんの、ぶつかってる、めっちゃぶつかってるよ。え君何をやってるんだ、あ待って待って、逃げようとしてる、待って行って、行こう行こう行こう、逃走してるようわーめっちゃぶつかってる、なんてことだ、止まるんだ、ドーン降りてきなさい、めっちゃじいちゃんだ、すげえじいちゃんが乗ってたもうボロボロすぎる、どんな運転してきたんだ君。オッケー、逮捕しましょう、すごじいちゃんのチェックしましょう。1957年生まれだって。さて免許証の方は有効なんですね。でももう君は逮捕だ車は回収された。よしじゃあパトロール再開しよう。お、いた、この女性の人かな、通報した人は。ちょっと話を聞きますか。この人が目撃者、なんか黒の車だって。 OK、 ちょっということでナンバープレート控えてくれてたので、それを伝えたら、え結構近くにいるね。これ黒いからさ、一瞬パトカーには見えないよね。さあこの先にいた、見つけた、待てー、うわー危ね、うわー危ね、引きそうになってる、止まるんだ、ドーンガーンあーあれで、ね、無理だったか、抑え込めなかったか。だけど GTR から逃げきれんでしょう。おいー待ちなさい、誘拐された人が後ろに乗ってるので気をつけないとね、死んじゃうんでね、危ねー。あーそっち側逃げきれたか、こっち側に行かれちゃった、大丈夫、すぐに体勢を立て直して追いかけます。
あ、いた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 。逆走しようとしてる。駐車場の方に入ったね。さらにパトカーも呼んでおいて。パトーン。うわー、突っ込んでいった。さあどうなる。え、どこ行くの。あ、マジか、そっち側行っちゃったね。待ちなさい。いいよ、パトカーどんどん来てる。さあ止まりなさい。もうめっちゃ後ろにいるんだよね。ドーン。あ、やば、壊れた。ここまでへっこむもんなの。すげえへっこんじゃった。まだ逃走するわ。なかなかしぶといね、君に。さあ、さらにパトカー呼んどこう。うわ、すげえでかいパトカーいる、前に。パトカーバスが。うわ、こっちにもバスいる。警察バス、すげえ。ちょっとスパイク班が前に来てくれました。おー、これでタイヤをパンクさせようという作戦だが、うまいこと避けた。すげえ。そういうのだけはうまいこと避けたね。ドーン、オッケー、電柱にぶつけた。いや、まだ逃げようとしてる、まだ逃げようとしてる。マデイ。よし、いいぞ。まだ言う、まだ逃げよう、マットしてる。嘘でしょ、めっちゃ逃げる。スタンガンだ。オッケー、これは逮捕できるぞ。オーケー、逮捕された。いいね。で、人質の人はどうなったんかな。あ、大丈夫だ、出てきたよ。めっちゃぶつけたりしたけど大丈夫かな。この人なんかお酒に酔ってるらしいね。ということで、人質の人もね、警察署の方に行ってもらいたいと思います。おー、パトカーの中に乗り込んだね。さて、それでは一体本当に何キロ出るのか挑戦だ。行きましょう。行けー。なんかしかもテイクダウンライトついてる。お、すげえ、こんなことできたんだ。なんと最高速度は230キロでした。すげえ、めっちゃスピード出る。ブレーキ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。さよなら、バイバイ。